はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、新しいブラックマジシャンデッキ作ってきたのでやっていきましょう。ついに来ました、セレクションボックスで幻想の見習い魔導士。あの1月の1日のボックスに来ると読んでいたんですが、セレクションでした、申し訳ございません、予想は外れました。で、幻想の見習い魔導士どういう効果持ってるかっていうと、これめっちゃ強いんですよね。まあ、ちょっと OCG の方では僕あの、1枚だけ入れてるくらいの感じなんですけれども、まあ、リンク数のパワーで考えればかなり強いかなと思ってて、どういう効果持っているか。まず、特殊化条件、手札を1枚捨てて手札から特殊化できる、ゆるいゆるゆる、だからもう簡単に特殊化できますよね。で、あの墓地に捨てるカードもね、コストにして強いカードとか入れられれば、例えばあのナビゲートとか、あと墓地から蘇生できるようなブラックマジシャンとかね、あの墓地を食って特殊化ができればかなり強いと。でさらにこのカードが召喚特殊化に成功したら、デッキからブラックマジシャン1体を手札に加えることができますよということで、ブラックマジシャンサーチができますんで、まあ、これでナビゲートのね、手札にブラックマジシャンがいないと特殊ができないっていう、まあ、効果も、見習い魔導士の効果によって、まあ、カバーできるみたいな感じですね。でこのカード以外の自分の魔法使い族闇属性モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、手札フィールドのこのカードを墓地を食って、攻守が2000アップする。めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い。ブラックマジシャンの弱点は皆さん何ですか？そうなんですよ、打点なんですよね。2500しかないと簡単に突破される今の環境。これをこのモンスターがいることによってカバーできるんですよね。まあ、手札からぶん投げることもできますし、フィールド上にこいつがいればね、こいつ自身を、墓地を送ることによって、発動することもできますんで、これめちゃくちゃに強いです。はい、この打点アップはこれで勝つ試合もいくつかありますから。で、このモンスターを入れるにあたってスキル の制約がいくつかあって、あのバランスとかマーキングカードであるとかっていうスキルなんですけども、特殊召喚制限入っちゃうんですよね。あの例えばバランスだと、まあ、こういうスキルになってまして、初期手札がなんかどちらこうちらって書いてあるんだけど、自分の最初のターンのメインフェーズ終了時まで自分はモンスター特殊ができないと、まあ、バランスで一番使うのが陣ナビするのは結構安定感出るんだけど、バランス使えなかったんで今回この特殊ができないっていう、縛りがあるからね。なんでちょっと今回はディスティニードローっていうね、あの闇遊戯っぽい、非常に闇遊戯っぽい、デッキを使って、まあ、スキルを使ってやっていこうと。でですね、新しいカードは他にもありまして、まず虚空ですね。虚空がね、これなんかそこそこ強くて、まあ、先行で出しにくいんだけど、まあ、先行で出せたら強いみたいな感じの効果を持ってるんだけどね。このカードをエクシーサイを持ったこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は相手段に速攻魔法カード、トラップカードを手札から発動できる。だから、まあ、ナビゲート手札から、発動したりとか、魔法とかね、あと速攻魔法だったんでもいいんで、なんかサイクロンとか、サイクロンでサイクロン割られるみたいなことないです。だからこれ一応いればね。あと、エクシーズ召喚したこのカードが相手の効果で破壊され墓地を破壊た場合、または戦闘で破壊された場合、手札デッキから魔法使いとか闇属性モンスターを出しながら、その後フィールドのカードを1枚選んで破壊できるということで、これ非常に強いです。はい、あとイケメンっていう。で、このモンスターと、あとこれですね。はい、最強カードは死者蘇生、死者蘇生が来ましたから。はい、このカードなんかね、発動するとね、なんかね、特殊エフェクトあるんですよ。今回対戦動画でも見せて、いるんで、よかったらご覧いただければと思うんですけども、これやっぱ強いですね。簡単にね、捨てたブラックマジシャンを特殊召喚できます。魔導士、見慣れ魔導士のコストで捨てたブラックマジシャンをいきなり死者蘇生するっていう超絶かっこいいムーブできるんで、まあ、これはね1枚いるでしょう、必ずね。ほんで、後のギミックはもう今まで通りのブラックマジシャンですね。まあちょっとディスティニードロー以外になんか強いスキルなんかないかなと思うんだけど、やっぱさすがにディスティニードローが一番強いかなと思うから、結局その3枚コンボのデッキなんでね。で、ブラックマジシャンの弱いところ、お伝えしておくと、結局ですね、ブラックマジシャンはサーチできるんですよ。できるんですけど、ジンとナビゲート、両方に触れるカードがないんですね。なんでかっていうと、ロット、杖ね、これリミット3なんで、めちゃくちゃきついですよ。結局、ただこれ帰ってきたら帰ってきたで、なんか先行ジンナビ決まりすぎ問題が発生するんで、それはそれでやりすぎかなと思うから、まあこれ帰ってこない気はしてるんだけど、なんかやっぱちょっと残念なデッキになってます。一応魔法トラップ触れないから、やっぱサーチがないとね、ブラックマジシャンってきついんだけど、まあ一応幻想が来たんで、この幻想の強さ今日は見せていければいいかなと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、お、カリバって言わねえな、まあ、偉いな。石方がハーピーチャネラー、オッケー、チャネラー効果、コストはオラクルか、オラクルなんだ。あ、それしかないのか。じゃあ、あの2枚魔法トラップですかね。さあ、パフューマーからの羽休め、オッケー。
これ全然この間の動画見ました皆さん、私のハーピー動画、規制されたとか言ってハーピーの狩り場だけ、新しい石型使ってみたんですけど、ランクマン10連勝したんで、このデッキどう考えても環境です。はい、まだまだいなくなりません、おそらくね。はい、これ鳥にはまだまだね、手を焼くことになるでしょう我々は。狩り場はなくなるかもしれないけど、はいはい、 OK です。に伏せってことは、後から引いてきたカードは、モンスターモンスターは多分、なるほど。とりあえず自信はない、魔導陣発動、黒の魔導陣発動、黒の魔導陣の効果、なるほど、いいじゃないですか。とりあえずブラックマジシャンを持っていきましょう。まあ、サイクロンとかさすがに積んでないと思うんだよな。でですね、一応セットしないと、カリバもし発動された場合からかなりやばいんで、カリバケアでサイクロンを入れておくということですね。まあ、これからはね、ハーピーのカリバーをこのターンから、もう3ターン目から発動されること多分多いと思うんで、3ターン目くらいから、あまり高校から発動、まあ、ここはハーピークイーン入ってると高校から発動されるのももちろんありますけど、はい、あ、オッケー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 、カリバーないね、了解。おっと、バックチョケないのか、バックチョケないの、いけるぞ、これいける、1600か、1600、どうしようかな。一発受けるのもあるな、あるんですよね。で、ヒステリードローなんで、まあ、一発受けとくのは結構あれなんですけども、次のね、下級の攻撃食らったら一応ディスティードいけるんで、で、これはまあそうさせん止める、で、マジシャンズナビゲート、ナビゲート効果で、ブラックマジシャン出してくる、はい、懐かしの陣鍋です皆さん、最強のしもべ、噂の最強、噂の最強コンボ、噂の最強コンボこれ幻想でいいかな、幻想良さそう、幻想特殊しよう、で、幻想特殊召喚に成功すると師匠を持ってこれるんで、見習いはね、なぜか師匠を持ってこれるっていうね。で、あ、これ、あ、チェーンできないじゃんこれ、チェーンできないじゃんこれ、陣の効果に、これ最強じゃない、これ陣の効果チェーンできないよ多分、これ最強だ、幻想強、これね、ハイプレディスカチカッシュって直接魔法トラップの効果チェーンシャーできないんで、これ最強だったわ、幻想答えだ、勝ったサイクロンで相手の癖はあるでしょ、いや勝ってはねえか、ナビゲート一応あるからあの癖カードも怖くないけど、ブラックマジシャン、あーいらねえあ、いらねえ、あ、いらねえ、とりあえず黒の魔導陣発動で、さっきの魔導陣の効果を発動していく、あ、何の成果も、何の成果も得られませんでした。どないしよう、こうですかね、で、ナビゲートセットしていく、で、バトルフェーズ入っていく、で、一旦ナビゲート発動させたいので、1体にしておきますか、モンスター、幻想の見習い魔導士、これこっちだね、こう殴って、こう殴って、で、ダメ系見習い魔導士効果、はい、 OK、 で、ターンしろ、 OK、 これでナビゲートもう一回できます、陣ナビおかわりあ、でもブラックマジシャン来ちゃってるからあれか、これチェーン許しちゃうのか、まだ気づかないのか、俺の真の狙いを、ターン終了、弱くね、そのカードなんだよ、ヒステリックサイドですかね、でもそれだったらさっき使ってるわ、とりあえずブラックマジシャン出していく、さあブラックマジシャンを出していく、しっかりめに出していく、ゆくゆくゆく、で、もう一回幻想かなんかでいいか、マジシャンブラックリージョンでいいか、幻想かっこいいから別に幻想だぞ、幻想見習い魔導士特殊召喚、うおー、黒の魔導陣の効果発動、かっけー、なんて強いんだ、なんて強いんだこのデッキ、なんて強いんだ、もうなんかもう一枚除外したろ、幻想の見習い魔導士と、ブラックマシャンを下敷きにしてブラックマシャン出していく、はい、じゃあどうする、その魔法トラップつかないと終わるぞ、行けブラックマシャン、うおー、ブラックマシャン何回出てくる、黒の魔導陣の効果発動、いや結局ね、ブラックマジシャンデッキは月の書無理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 、上振れるかどうかですか、はい、結局このデッキ上振れるかどうかによって強さが変わってくるんで、まあ魔法トラップに触れないんでね、ロットがないから、マジシャンズロットとかいう
カード入れることできないんでなんかデュエルリンクスバグってるから、魔法トラップ、ブラマジ魔法トラップに触る手段ないっていう。まあロット帰ってきたらやりすぎだと思うんで、多分帰ってきませんけど。さあお相手の方、やべ、ブラックマジシャン VS ブラックマジシャン、これ黒魔術のカーテンを発動するぜ。黒魔術のカーテンの効果によって2000もの大ダメージを受けて、俺はブラックマジシャンを特殊召喚。これはですね、これはですね、あのドヤ顔でね、4500のブラックマジシャンでマッチカバルしかないですよ、これ。ドヤ顔でディスティートの次入るんで、サイクロンとか地獄みたいな感じですけど、あ、竜騎士へ至る道、オッケー。まあ、道はサイクロンする、絶対に。あ、発動ね。オッケー。そう、発するガイア発動。いいだろう。はい。で、暗黒騎士ガイアモンスターを、はいはいはい、見せまして、ドラゴンを持ってくるという効果にチェーンしてサイクロンを発動し、サイクロンの効果によって、そう発するガイアとかいう、どうでもいいカードをぶち殺していく。はい。そんなカードはもうどうでもいいです。はい。これでもう、あのバトルフェッジ効果使いますから。バトルフェル中に効果使えるっていうことは、幻想の見習い魔導士の効果打てるっていうことなんですよ。闇遊戯くん、何月の書、何なぜ月の書に送った。2100やぞ、守備力突破できる、あ、突破できるか、あれでガイアで、何強引に突破しようというのか。貴様なかなかやるな。頼むぞ、もうモンスターを攻撃バトル。なるほど、モンスターで攻撃だ。なるほど、これダメ系、これに、打ってばいいんじゃないですか。幻想の乱れ魔導士効果、はい、守備も倍に使って1800ダメージ、2200、あと2200か、いけんじゃねえか。スキル発動、ディスティニードロー、ディスティニードローの効果、好きなカード、これ蘇生じゃね、これ蘇生では、え、これ蘇生じゃね、2300、4000、これ勝ちなんじゃね、これ蘇生引いて最強ディスティニーゼロで死者蘇生いくっていう、いけ、魔法マジックカード、死者蘇生を発動、再び蘇れ、うおーかっこいいかっけえ、なんだその演出、幻想の見習い魔導士の効果を発動、お、なんだそのかっこいい演出、お、ちょっともう一回見せろ、バトルフェイス行くぜ、ブラックマジシャン、ブラックマジックダメージステップ、うおーおりゃーかっけえ、え、待って、コナミは神か。さあお相手の方、シンプルハゲ、よろしくお願いします。デュエル3枚、シンプルハゲ、これ何でカードをセット、セット、はい、ロクラデッキじゃないっていうことだけは分かるわ、カードをセット、はい、あー、これロクラデッキじゃないね、絶対に、絶対、え、ここでモンスター、え、え、ロクラデッキじゃないって言ったけど、これ、え、それ俺のカードなんだけど、ちょ、俺のカードなんだけど、俺のターンカードを引くぜ、うわ、反動やば、反動地獄かな、いや待って、え、あのデッキ俺のデッキなんだけど、ロクラデッキじゃないとか言ってごめんなさい、え、これどうしよう、とりあえず黒魔術のカーテン打つしかないと、黒魔術のカーテン打つしかない、で、ナビゲート構えとこう、とりあえず殴りに行って、で、なんか打ってくるだろうから、なんか打ってきたらブラックマジシャンリリースして、ブラックマジシャン持ってきてナビゲートで展開していくスタイルで行きましょう。はい、で、セット、でバトルフェーズ入る、バトル入って25億ブラックマジック、見習い魔術師ごときに やられる俺ではない、いけ、弟子を粉砕しろ、ブラックマジシャン師匠のパワーを見せてやれ、よし、いいぞ、そしてどうしちゃっていいか、イリュージョンマジック発動、イリュージョンマジックの効果によってブラックマジシャンをリリースし、ブラックマジシャンとブラックマジシャンを持ってくるぜ、からでいいか、これデッキからでいいか、イリュージョンブラックマジシャンもブラックイリュージョンいるし、ね、はい、これで勝ったな、完全にこれでナビゲートで分からせる、三四郎、さあお前のターンだハーゲ、どうする、なんだそのステガード、甘い、あ、え、あれ、あ、やばい、あ、侵入者にさ、あ、え、モンスターを特殊、あれ、さあ、こいつ、モンスターを特殊、あれ、
嘘だろおい待てよ、ブラックマジシャン裏切るのか、おい主人を裏切るのか、ブラックマジシャンお前何してんだ。